はい、今日は10月20日、今午前8時、8時だったよね。あ、8時じゃない、9時ですね。水路見える化計画の一環と、田沢掛け用の竹に使うために、竹切りをしました。おそらく30分程度しかやってないんじゃないかなと思いますけど、はい。はい、この辺は去年切った竹ですね。17日か、日曜日に福岡自然農塾に行ってきたんですよね、嫁さんと2人で。で、その葉ざがけ用の竹の組み方とか、葉ざがけするための稲の刈り方、置き方、結び方ですね、そういうことを習ってきたんで、一応単管でやってましたけど、30センチぐらい、埋めてっていうかしてるぐらいで、やっぱり斜めに補強を入れなきゃいけないんですよね、実際するなら。でもその習ってきたのを忘れないうちにやっぱりやっとった方がいいんじゃないかということと、はい、そういうことで実際に竹を使って組んでみようかなと思ってます。で、まあ今日のところは一応切り倒しただけで、また近いうちに枝を落として、5メーターと2メーターですね、5メーターが、稲をかけるところ、2メーターが支柱用という感じで、この辺の切ろうかなと思ってます。切り倒した竹をですね、はい、はい、だいぶこの辺もすっきりしてきました。こっちはまたちょっと竹やぶなってますけども、こっちはぼちぼちですね。この辺見てわかるように、やっぱり1メーター前後で切ってたらそんなに増えてないみたいですね。だから少しずつ向こうに、そのくらいで切っていくと。で、だいたい竹の切り時期が9月から11月の秋に切っとけば、それなりに持つということなんですよね。だから、まあ、その水路見える化計画の一環およびそういういろんなことに使う竹の確保ということで、まあ、ぼつぼつここも竹を切っていこうかなと思ってます。はい、で、その竹の保存場所ですね。保存場所を作るのに今使ってる鋼管とかそういうのでちょっと組んで、その上に5メーターと2メーターの竹を並べていくと、そんな感じにしとけばいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、竹切りもやってますということで、はい、撮影しました。はい、もう昔はこっちもやぶだらけ、こっちも竹だらけで全然見えなかったんですね、この水路が。はい、だいぶ見えるようになりました。よいしょ。それと、このコンクリート舗装ですね、コンクリート舗装のそっち側もこっち側も段差がついてたんですよね。その段差を少しずつなくして、通りやすいようにやってます。で、この辺がイノシシからかなり掘り返されてたんですよね。だからちょっと大雨かなんかで流れて、道路に流れ出てた砂を持ってきました。ジャリマジンの砂ですね。こんなにしとけばあまり 水なんかが、ここに、生息できないじゃない、 しにくいので、イノシシも掘り返さないんじゃないかなと思ってます。で、あとまだ掘り返すようだったら、また、いろんなところから石を拾ってきて敷いたり、その上に砂を敷いたりして、こっちもあんまり草が生えないようにしようかなと思います。こっちもそういうことで、4、5センチかなり
広めて埋めてますけど、あっちこっちイノシシが掘ってるんですよね、掘り返してるんですね、こういう感じね、はい、はい、あ、こんな感じね、はいはい、まあ、少しぐらいいいんですけどね、あんまり掘り返されて、崩れるようだった、あ、ここは崩れないですね、向こうがまだあるから、はい、はい、そういうことで、向こうの方はまた蘭菊という竹がいっぱいになってきました、はい、結構強いんですね、あの竹、はい、はい、そういうことで、また今年も、今年になるかな、もう今年中ぐらいにある程度またできる分はやっておこうと思います。はい、こんな感じですね。もう昔はもうこれからずっと草とかいろんなあれが生えてて、この水路全然見えなかったんですよね。はい、だいぶすっきりしました。はい、そういうことで、撮影を終わってきます。はい、9時20分です。一崎と呼んでる、まだ稲刈りが終わってない田んぼですね。ここと、その、井出元というところの砂が流れ込んでたところ、混んできたところが終わってないんですよね。で、こういう、ハウス用支柱ですね。これは、中野というところの、向かいの人が、うちの田んぼの入り口の辺に置いてたんですよね。で、草刈りにもずっと邪魔になってたんで、もう片付けたいということで、もらっていいかということで言ったら了解を得ましたので、その時持ってきてました。で、邪魔にならない山の杉山みたいなところに置いてたんですけど、ちょっとここでいろいろ使おうかなということでこっちに移動してきましたけど、もうここにもちょっと屋根掛けかなんかしたいとは思ってるんですけど、ちょっとこれを、まあ、まだこれはどうせ使えないみたいだから、一応こんなに伸ばしてます。こういうところ切ってですね、手動で切る、こう回して切る道具があるんですよね。まあそういうのもちょっと見せようかなと思って1本の残してましたけど、もうちょっと面倒だやりませんで、その曲がったのを伸ばすために、これですね、はい、1枚では軽くて伸ばせないんですよね。だから2枚にしました。この U 字工を利用しながら伸ばしてます。で、この、蓋は、土木作業員として働いてた時もらってきてました。不要なやつを、ほらこの辺にあるでしょう、ね、はい、この辺かけ出してますけど、どっかのを外してどっかに置いてたのをもらってきたですね。はい、そういう風で何でも不要品を有効活用すると、それが私の主義ですはい、それとですね、そのさっき言ったように福岡自然農塾に行ったら結構ちゃんと生えてましたね。で、福岡自然農塾は川口義和さん方式のやり方なんですよ。だから福岡移植栽培ですね。ここはこのくらい、まああまりよろしくないけど成長はしてますね。ほら、だから草の処理をちゃんとできれば、ここも直巻き栽培でもちゃんと、成長すると思います。うちの嫁さんが全部直巻きしないでくれよって言ってるしうちの嫁さんが自然農に、自然農をやりたいということで、来年は半分ずつ作ろうと思ってます。半分がその川口義和さん方式ですね、半分が福岡正信さん方式私は究極の手抜き農法の福岡
ここは正信さん方式でいきたいと思ってますどうなるかまだ分かりませんけど、でコンバインもう刈り取り部分は使わないと、ハーベスターとして使うということで、ちょうどわら切りを外すのを忘れて詰まってしまって、この辺の V ベルトが焼けたんで、もうこの辺の部品は外してます。でもう一つ一台これより、小さいコンバインがあるんですよね、山に置いてるけど、そっちの方が軽いからそっちの方をハーベスターに改造しようって思ったんですけど、あそっちが動くかどうか分かりませんので、ちょっと、でその小さい方になるかこっちになるか分かりませんけど、最終的には小軌道を外してそこに発電機ですね、私はエアギャップ発電機っていうのをつけたいなと思ってますけど、で動く非常用発電機として改造したいなと思ってます。はい、どちらかですね。はい、まあ、そういうことでいろいろやりたいことが多いんで、いろいろ忙しいんですよね私も。はい、そういうことで一応ここの稲刈した分は全部、脱穀は終わりました。で一番最初言葉にした分をそのまま脱穀したら結構もみが残ってたんで、それをまた持ってきてですね、言葉を外して、まあちょっと大きめ運びやすいぐらいにして、ここでもう一回脱穀しました。はい、そんな感じでまあいろいろやってますということで、だからここの稲刈りがこういう状況だからなかなか大変だからどうしようかなと今考えてるんですよね。まあぼつぼつここから出しながら刈るか、それとも一旦草を刈ってそれから根を出すか、バッとですね、だいたい草の管理がしやすいように35センチ間隔にしてるんですけど、ちょっとずれたりいろいろしてるんで、今度腹横器にした場合はそういうズレがほとんどなくなるんで、雑草の管理がしやすくなるんじゃないかなとは思ってるんですけど、はい、そういうことでまだまだです稲刈り終了、まだまだですということで、撮影終わります。